経済産業省が5日に固めた新しいエネルギー基本計画の素案で、前政権が掲げた原発ゼロ目標を転換し、原発の活用を明記することを打ち出しました、うん、今、特定秘密保護法のことについてね、うん、賛否両論、本当にいろんな意見が交わされてますけれどもそれから猪瀬さんにもずっとみんな目,、はい、目がいってたりとかね、そうですねいろんなことにこうみんなこう目がいってますよね。 大きなこういったまあニュースとか争点みたいなものがあると、はい、そこの影にちょっと隠れちゃうみたいなところがある一面っていうのがね、はい、どうしても出てきてしまいますがそこに大事なことを見逃してやしないだろうかという,、えー、いうことなんですね、うん、エネルギー基本計画、うん、はい、うん、エネルギーの問題もずいぶん大事な問題ですからね日本のこれ、えー、方針方,、ね、方向というものがこれ全政権が原発ゼロを目標 民主党ですよね。ええ、でまああのご存知のように自民党はですね、推進していくぞ、やっていくぞという方向に転換しておりますそんな中でこのエネルギー基本計画の素案というのが出ました。エネルギー基本計画というのは、エネルギー政策基本法に基づきまして、中長期的ないろんな政策の方向性を示すという指針なんです。3年ごとに見直されているというものなんですが、今回その3年ごとの5度なんですね。東日本 大震災以降、初めてというこの見直しになりますので、はい、そういう意味ではとても大事な、うんはい、ここからその震災以降、震災以前と以降っていうのは、状況が全くエネルギーに関しては違いますから、その以降で、えー、これからどうしていこうかっていう指針を決めるということですから、すごく大事な、うん、あのものなんですね。うん、はい だから、あの、しっかりとチェックしないといけないんですけれどもね。え、年内に取りまとめて、年明けに閣議決定する予定だということです。もう今の時期ですよね。で、ポイントとなる内容は、民主党政権、全政権ですね、この原発ゼロと言ってましたけれども、これは、あやめて、原発は活用しますっていうことを、ま、あの、明記するという形になります。今までは言って、 言ってた、まあ、言ってただけ、ちょっとね、大げさですけど、それはまあ、うん、あの、改めて明記するということですね。<ー>はい。で、えー、それが、ポイント1個。で、電力、総電力における原発の比率は示していません。これから原発は活用してきますよっていうことは言いますけれども、うんうん、えっと、その中で、 あの電力の中でじゃどれだけの割合原発でやっていくかっていうことは今回は具体的に数値としては示していません。うん、で、同じく原発のその数、えー、まあ新しく増やすとかね、そういった具体的な数値、うん、これも、えー、見送っています。新設するっていう人、しませんってもしてないしいあの、数値に関してはあの言ってません。うん、はい。 で、えー、高レベル放射性廃棄物の最終処分地は、今までは立候補制だったんです。うちやりますって言ってた、あの、誰かいませんかって言ってたんですけど、いないもんですから、国が立候補地を選定します。国がじゃあ、あの、指定しますって自分であの、いいとこ探して言いますよ、指定しますよっていうふうに言いました。これはこの間、ニュースなツボで取り上げましたよね。はい。それから、電力とガスの市場自由化を推進すると。 というようなことを打ち出しています。うん、このあたりが今回のポイントですね。うん、で、あの、まあ、福島の事故震災を忘れたのかっていうようなことをね、あの、言われないためなのかどうかわかりませんけれども、事故を防げなかったことは真摯に反省し、福島再生に全力を挙げるとかね、安全神話と決別し、世界最高水準の安全性を不断に追求とか、 えー、文字は過去の反省のもと、研究開発計画に従い実施、あの、やるんかって突っ込みたくなりますけど、はい。あの、そういったことも言っております。ま、あの、要は全体的なイメージとしては、あの、震災で起こったいろんなことは反省します。これから気をつけますが、原発は気をつけた上でやりますよ。というようなことを、もうちょっとこう、具体的に、えー、示しているで。具体的に示していると言いながら、さらに具体的な数値に関してはあまり言っていないと。 いうような印象でしょうかね。うん、現在火力発電に頼った電力供給を続けている。もう震災以降ちょっと原発止めたりとかね、してますので、うん、火力発電を主に使ってるんですけれども、その結果燃料費による貿易赤字が拡大してます。年間3兆円。電気代などの値上げなんかの影響が出てますね。うん、え火力発電の燃料、えー、これはやっぱり情勢が不安定な中東に頼るっていうのは問題あるでしょっていうことで、うん え、さっき言った、そのやっぱり原発って大事だよ。原発はやっていくよっていうふうに、火だけじゃ、火力だけじゃ大変でしょっていうふうに位置づけたわけです。はい。ただし、さっきも言いました、具体的な数値に関してあまり何も言っていないっていうのは、え、原子力規制委員会なんかの審査で、その、原発が何機ぐらい合格するか、これからやっていけるかっていうのが、こう、将来像としてあんまりこう、見通せないことから、なかなか計算ができない。 ことで、数値の目標っていうのは見送ってますね。うん、はい。えー、また、再生エネルギーの導入とか、それから火力発電の効率化っていうのを進めることで、まあ一応その原発依存度の低下は目指しますよと。割合としては減らしていく方、やりますよっていうのは前提。で、減らしてきますよっていうようなことは、 言っております。ただ、あの、減らしてきますけどね、って言ってますけど、これも、じゃあ、どのぐらい減らすのかとか、何年後にどうなのかとか、えっ、ー、と、原発の新設はし、あの、しないって、これ民主党は言ってましたけど、その辺のところは、あの、まあ、新しく増やすっていう、増やしませんとは言ってないと。うん、まあ、だから、ごめん、やっぱ増やすっていうことを言う余地は残してると、捉えることもできますけれどもね。うん、はい。あの、一応、減らしますけどね、ということは言ってます。うんうん、はい。 この間もやりました核のゴミ、使用済み核燃料の最終処分地の候補地っていうのは見つかってません。で、あの、立候補を募っても、うちがやりますと言ってくれる自治体はありませんでしたってことで国が全面的にこう、いろいろ研究した結果、あんたのところでお願いみたいなことは、えー、示、ご示しますっていうふうに言い出しました。うん、はい。ただまあ、あの、依然として最終処分地は決まってない状況ですね。決まってない状況の中でこういった基本方針を決めていると、うん。いうことです。 <laughs> で新聞では、どういうふうにこう書かれているかといいますと、例えば、うんうん、毎日新聞、10日の社説では、うん、原発回帰は許されないと、まあ、はっきり示した上で、うん、重大事故が起きれば、国土の一部が利用不能になって損なわれず、被害者への賠 <laughs> 償、ねうん、や除染などに膨大な費用がかかると、東電でさえ背負いきれなかった、結局、税金投入することになってますよね、うん、でそんな状態で大丈夫なのか。うん 毎日新聞はだから反対という感じを述べているわけですよね今回の素案なんですけれども、うんえー、審議会のメンバーが原発推進維持派がとても多かったっていうことにも触れてます、だからその辺のメンバーの選定を見ても、うん、その原発維持の結論ありきで、こういった指針を決めたのではないかという指摘もしています、うんうん、さっき毎日新聞の話が出ましたが、はい、中日新聞、今日の中日新聞では、 反省ゼロの基本計画という大きな文字がバンと載ってたエネルギーの政策についてということが、まあ今のようなことでね、はい、流れの中で、うん、え、こう、活用していくんかと。そういう前にあった、いろんな今あった、今抱えてる問題やら、今後のことやら、ね、やっと今浮き彫りになってきた。本当はもう昔からある話なんですけどもね、うんはい、そんなところの反省はどうなんやというね、うん えー、とても原発安定的とも低コストとも言い難い、えー、そこにごまかしがあったのは私たちの大きな反省点であるということでだけれども今回のこういう、ね、方針はその反省点反省する部分というのがねどう,こう取り込まれているんだろう。はい いうことですねそうですね、うん、そういったことをこうあの、何も吟味しないまま、いわゆる、さっきも言いましたけ委員会がね、あの割とこうあの、原発維持の結論ありきみたいな、うん、そんなメンバーだったんじゃないかというようなところ、これ、今回のこれだけじゃないですかこの間のほら、さ,さっき言ったの陰に、影に隠れちゃって言ってた、大元の秘密保護法案だって、うん、坪井さんが公聴会、この公聴会って、うん、なんかもう結果ありき。 本当に好調して、ほとんど反対してるんだけど、まあ、とっちゃうと、なんでやらなくていいねと僕は思いますけれども、でも今回の場合も、前政権がゼロと言っていたにもかかわらず、これを活用していく、ゼロいうのはゼロ、ゼロ。ね、これ、いくらゼロに何百倍かけてもゼロなんですよ、ゼロから今度はいわゆる、ある、ゼロではなくて、あるというようなものに、 転換していくときにおいては、もう少しこれ、国民、民意はどうかと。うん。これほどの大転換であるならば、国民に対してもっと言い続けなくてはいけないのではないだろうかと。まあ、方針は方針でしょうけどもね。はい。うん。言い悪いはそれぞれ考えてもいいでしょうけども。今までゼロと言っていたのが、やるようになりますよ、というときに、え僕らも、これ、こっそ、えなんか、そ、決まっていくのそんな風なのといういろんなことの、 ねえ、ね陽動作戦的にいろんなものに目がいってる間にですね、はい、こういう方針転換したのかと、うん、もっと堂々と大きな声で、はい、ね、ゼロはダメなんです、ね、これから活用していくことにはこんな意味があるんですというのをですね、もっともっと言っていく。 必要があるんじゃないでしょうかね。そうですね。うん、だから、あの、国民の意見って本当にちゃんとこう反映して聞いてるのあの、今回もその、えー、国民の意見っていうよりもその委員会っていうところに議論を委ねていて、その委員会のメンバーっていうのも、パパンと選んだメンバーが、なんかちょっと偏って、うん、えー、いたりとか、うん、うん。あの、どうもその国民の声を聞き入れずに、うん、うん、政府 とかそれからまあ、そこに関わってくる企業とか、うん、そういったものの、こう、理論だけで推し進めていっているような、うん、それが、あの、うん、一つのことではなくて、うん、秘密保護法もそうだし、うん、それから今回のこのエネルギー問題もそうだし、うん、それから、消費税の、 決め方だっててよよくよく考えてみればそんな一面ありましたよ、ね、あの今出てきた、うん、あの特定秘密保護法に、はい、この今社説を読んでますがに従えば、うん、原発の事故対策すらテロ防止を口実に公開されない恐れがあると、うん、これから原発やってきます日本には原発も随分増えてるらしいやないかうん、うん、あそこ狙ったら。 一発で国破壊できるぞということからすると、まあ、こっそり原発は知らせずにやるというのも、この法案的な運用の一つの仕方かも分かりませんし、うん、というようなところでね、うんはい、一連のこの間からの流れでは、いろんな不安が沸き起こってきますねその不安をちょっとわーっとこう言おうと思ったら、テロだって <laughs> <laughs> もでも、行こうでテロというね、どうすればいいのかななんていうふうに思いますけど、あこういうのも、ねさえー、と決めたんですって、私知らなかったの、うん、こういうのもちゃんとチェックしなきゃいけませんね、うん、大企業の交際費を半分まで経費として認める制度の導入を決める、うん、今まで中小企業に一部認めていたというこの交際費を、うん、今回、大企業の交際費、半分まで、半分って大きいですよね、うんうん、認めちゃうと。 制度の導入を決めたりとか、うん、ちょっと企業向けな感じがしますよね、うん、生活必需品の軽減税率はあんだけ揉めてできへんかもとか言ってるのにっていう気がしますけど、でもこういったことも、うん、あの知らないと意見も言えないので、うん、やっぱ大きいニュース、もちろん大事ですけど、うん、こその陰に隠れちゃって。 てて間に決まってしままっっししいいいそうななものってちょととチェックしないといけませんね特定秘密保護法の公聴会は、みんながやっぱりあかんと言いながらやっぱり通りました。原発に関しての世論調査をすれば、うん、国民の多くの人たちが、これやっぱり、これからはあかんのと違うかという流れは、今皆さん方もいろんな調査の結果見たらわかるんですが、やっぱりこの国の方は、それとはまた別の方向へ行くという。うん、なんか民意というものから、なんかどんどん離れていってるなと。うん う私たちちょっと食い下がらないと。はい、ちゃんとチェックして。ですね。はい。私は